それでは本日は皆様お疲れ様でございます。非常に接戦でございます。それで、今回はノーヒントで一発勝負決めたいと思いますのでよろしくお願いします。それでは掛け声いきます。ポン、あ、チョキの勝ち、チョキの勝ち。こんにちは、飯塚市は飯塚市の自治会の活動をいつも応援しております。皆さんいつも曲を、すみません緊張します、協力いただいてありがとうございます。ではヒントを言います。ドラえもんの手の形でいきます。大胆なヒントで出ました。それでいきます。優しいヒントが出ます。じゃんけんポン、ポン、ハイパーの勝ち、パーの勝ち、ハイパーの勝ちです。海外県で育成会、長谷部様お願いします。はい、どうぞ。皆さんお疲れでした。専用券は11月の文化祭に焼き芋をやりますので、子どもさんは文化祭に参加してください。はい、それではいきます。じゃんけんポン、パーの勝ち、パーの勝ち、パーの勝ち。あ、主幹補原さんお願いします。はい、皆さんこんにちは、飯塚市のまちづくり推進課でございます。本日は、皆さん本当に笑顔いっぱいでですね、私も参加させていただいて楽しい気持ちになっております。競技も出させていただいたんですけど、明日明後日、皆さん筋肉痛にならないように、今日帰ってマッサージの方よろしくお願いいたします。それでは、勝負なんですが、私も昨年、参加させていただいて、ヒントを出したんですけど、今年は真剣勝負でいきたいと思います。それでは掛け声いきます。じゃんけんポン、まだです、ポン、グーの勝ちです。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 皆さんこんにちは。さっきは7回、皆さん80歳の一人暮らしのところにお弁当を持って行っているふれあいの会と申します。ヒントは思いつきませんので言いません。はい、掛け声いきます。じゃんけんポン、ポン、はい、グーの勝ち、グーの勝ち。民事協会長、長谷部さん、一言。お疲れでございます。最後までいろいろとありがとうございます。はい、行きますよ。じゃんけんポン、ポン、一人の勝ちです。一人の勝ちです。はい、こんにちは。皆さん頑張っておられます。疲れたですか？はい。それじゃあこのじゃんけんに勝って疲れを取ってください。じゃんけんはグー、チョキ、パ、3つからなります。そのうちの1つを出します。頑張りましょう。はい、掛け声いきます。じゃんけんポン、ポン、グーの勝ちです。グーの勝ちです。
皆さんこんにちは、交流センター平田です。昨日からですね、準備を始めましたが、昨日は雨で、大変でございました。で今日はですね、私の心のようにパーッと明るくパーッと明るくなっております。はい、皆さんこの辺をご承知の上、じゃんけんカードを出してください。いきます。じゃんけんポンポン。初期の勝ちです。僕の方は前。大胆なヒントですね。はい、残りあと2人。我らこんにちは。上見大さんはこれから夕方6時から反省会、来園会をパーッとします。はい、掛け声いきます。じゃんけんポンポン。はい、徳の勝ち。会長、劉会長お願いします。なんか言わないかな。どうも皆さんお疲れ様でした。こういう天気でですね、よか天気で、本当にまた気持ちのいい今日、住民体制でした。最高です。イタリア語でグラッチェ。それでは、私は決死で通ってますんでね、お越しください。掛け声いきます。最初はグー、じゃんけんポンポン。前ですね。じゃあ、じゃんけんされた方、来賓の方、ありがとうございました。得点を今から発表。子供相手にする感じでいいですか。1、2、3、4、5人の掛け2点は何点ですか。はい、10点です。OK。はい、続きまして、あ、子供がいました。はい、1、2、3、4、5、掛け算できますか。はい、2×5、5×2 は、はい、10点です。あれ、ぐらい残ったね。一番人前で恥ずかしくない人。はい、よし、じゃあ1、2、3、4、5、6、7×2 は14点です。14点。はい、3枚、あ、また美女ぞろいで、いつもお世話になっております。はい、いきますよ。1、2、3、4、5かけ2 20! 10点です。はい、はい、この中で一番元気ない頑張れ。よし、手が上がりました。いくぞ。1、2、3、ダーン。面白いな。はい、1、2、3、4、5、6、7、ファイナルアンサー。14です。14。さあ、逆転優勝がかかった神宮は第一、どうなりましたか。発表者は誰にしようか。発表者手を挙げて。お兄ちゃん、行くぞ行くぞ、マイク来るぞ。1、2、3、4、5、6、7、8×2 は16点。なんか優勝に近づいたような、近づいてないような。はい、神耳を第4。1、2、3、8だそうです。はい、続きまして、東が丘、お、自治会長が残ってますね。はい、優勝かかってるんですけど、押しましょう。はい、1、2、3、4、5×2 14、違いますね、10ですね。はい、あと2つ自治会、下宮自治会、1、2、3、4、
4×2。 あ、そう、素直ですね。8です、8です。はい、神美代の締めの段食べれる掛け算できる。じゃあ、できればこそっと教えて。はい、1、2、3.5。 1、2、3、4、5、6、7 かけ2は15.5 やけど合ってますか？ 14.5 だそうです。合ってますか？14ですね。はい、はい、じゃあそのまま皆さんテントにお帰りください。始めていきたいと思います。第抽選会、中山人形、名前呼ばれるやん、中山、中山人形さんが さん、はい、初めてダブりました。またまたヒルズ、クラッチ、レナさん、クラッチ、拍手。飯塚市の吉田議員が引いてくれました。はい、まずお一人目、三浦古田果歩さん。はい、神宮第一、石井和久さん。三浦セブンイレブン飯塚市民の店の方いますか？おっと、はい、続けまして、なんか見たことがある名前が出てきましたが、三内長末雅子さん。宮里正信さん、第三、今年は当たってます。三内林茂子さん。ゆうまさん。続きまして、下見尾団地、井上美咲さん。はい、上見尾第四自治会、大場康弘さん。はい、東川田原田理子さん。家にあったら嬉しいですね。ティファール電気ポット2人、三浦
有吉明美さん。今お米がなかなか買えませんよね。お米5キロ第一上市大塚さん、東が丘、東が丘、谷口久美子さん、上美代第二、三留陽子さん、東が丘、末永森尾会長。はい、東が丘連発です。多分体育部長古賀さん、古賀武史さん、上美代第三、今年は当たってますよ。はい、上美代第二、上美代第二、坂本義江さん。はい、第2位、続けまして第2位、大塚豊子さん。はい、続きまして東が丘、井出口律子さん。電気ストーブ2台。社協の金子会長が引きました。三浦下妻康子さん。はい、東が丘道徳英二さん。加湿器、加湿器。下美代、福沢聖郷さん。はい、貝の森ヒルズ焼肉グリルですよ。体育部長頑張りました、松本博明さん。トースター谷口さんが行きます。これ中学生かな、的に中学生です。これ北東が丘の方いる中藤玲さん。はい、最後、今日の目玉商品、40型テレビ、梅会長、お願いします。さあ、最後のテレビは、私の知ってる子。東小学校帯上四山根一華。
ただいまから開会式を行いますので、参加者の皆さんは誓いプラカードを持って開会式と同じように本部席前に集合してください。成績発表、吉田審判長、お願いします。はい、中今入った。じゃあ、中では皆さん、お疲れ様でした。お疲れ様です。では、ただいまより重大な発表いたします。成績発表いたします。全部まず第10位、神木雄第2次次会第9位、神木雄第4次次会第8位、神木雄第3次次会第7位、三内知事会。第6位、下宮知事会。第5位、早野森昼知事会。第4位、下宮団地知事会。ベスト3言います。第3位、宮浦知事会。優勝第2位は東が丘知事会。優勝第1位、神宮第1知事会。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、以上、政治学校です。皆さん本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。賞状および優勝カップの授与。はい、第3位、宮浦、2名お願いします。ちょっと、ウリュウ会長が喉の調子がなんか悪いそうで、私が代読します。第3位、宮浦自治会殿、あなたの自治会は第48回飯塚東地区住民体育祭において優秀な成績を収められましたので、ここに表します。令和6年10月20日、飯塚東地区社会体育振興会会長、宇流正信代読です。バラしちゃダメ、バラしちゃ。準優勝、東が丘自治会、あなたの自治会は第48回飯塚東地区住民体育祭において優秀な成績を収められましたので、ここに表します。令和6年10月20日、飯塚東地区社会体育振興会会長、宇流正信代読です。はい、じゃあ、ね、優勝、神宮第1自治会、あなたの自治会は第48回飯塚東地区住民体育祭において優秀な成績を収められましたので、ここに表します。令和6年10月20日、飯塚東地区社会体育振興会会長、宇流正信代読です。1万円優勝チームに行きますが、今日ちょっと準備できてません。立て替え払いしちゃってください。はい、お願いします。
丸井様お願いします。失礼します。ご紹介預かりました飯塚東小学校の平野隆弘と申します。飯塚東地区の皆様、今日は一日お疲れ様でした。私も、市競技に出させてもらったり、見させていただいてとっても楽しく、素敵な一日になりました。今日の疲れをしっかりとって、また明日から頑張っていきましょう。では今後飯塚東地区のますますのご発展を記念いたしまして、万歳大賞を行います。いきます、せーのでいきましょう。せーの、万歳万歳万歳。ありがとうございました。東明団地体育部長の市橋さんお願いします。皆さん、今日は一日本当にありがとうございました。皆さんの協力があってこそ今日一日楽しい住民体育祭になったと思います。そして役員の皆さんの努力があってこそ開催できたことだと思っています。この場を借りて感謝申し上げます。皆さん本当にありがとうございました。以上をもちまして第48回東地区住民体育祭を閉会します。今日一日本当にありがとうございました。気をつけてお帰りください。これをもちまして第48回飯塚東地区住民体育祭をすべて終了しました。皆さんお疲れ様でした。なお本日の住民体育祭の様相については YouTube にアップされますのでご了承ください。本部テントの片付けをします。皆さん協力をお願いします。